つけろよこいつ、なんなんだよ、マジかマジか、大丈夫っすか。荷物一回外しちゃいますね。バイクあそこまで持ってきますか一旦。ここだとちょっと危ないと思うんで。動きます。ギア入ってんのかな。あ、ちょっと待って。あ、オッケー。ちょっとストップいいですか。押せます。あ、引っかかってんだな。ちょっと一回下げていいですか。そう。ハンドルまっすぐになります。もうちょっと向こう広いとこまで行きましょう。坂しかないのか。止められます？この落ち葉拾っちゃった感じですかね。バイクが動けばいいけど、エンジンかかります？大丈夫かな。バイクは大丈夫そうだな。大丈夫ですか。気をつけて。はい、若いなあ。っていうか落ち葉でやっぱこけんだね。
大丈夫かよ。今日絶対風呂入って一定になるんだよな、あれ。もうアドレナリン出てるからいいけど、大丈夫かな。本気をつけよう。大丈夫かな、あの若者。随分道路のキワキワを走ってたんだな。こんな落ち葉の束で、いやもうとりあえず助けるしかなかったから、なんか手伝ったけど、あいな時どうしたらいいのや。あいな時本当に俺どうしたらいいのや。止まってああやってあげるのが正解なんだろうけど、いやいつ何時自分がなるか分かんねえかな、ほんと。動詞って、まあ、そういう意味で言うとライダー多いからね、誰かしら夜中でもない限り通りがかってくれるからいいけど、いやショックだろうなあれ。どっか泊まりで行ってきたんだろうな、あの荷物。あの子も事故ったばっかりだから、大丈夫です大丈夫ですって、いやそりゃ口が聞けりゃみんな大丈夫ですって言うんだよな。あっちでも流れてるとか骨折れてるとかではない限りは。精神的なショックが多分一番だと思うけど、まあ教訓にしては痛いなあれは。まあでもああやって口聞けて大丈夫ですって言って、別にどっか骨折れてたのとこもなかったし、不幸中の幸いですね。皆さんも気をつけましょう。俺も気をつけます。